皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キャッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、治療から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、通院での診察の結果報告なんですけども、その悪玉コレステロール中性脂肪がね、下がっていました。やったー、嬉しい。まあ、そしてね、その糖尿病に関係するヘモグロビン A1C っていうのもあるんですけどね、それもね、問題ありませんでしたね。いや、良かったです。ほんまにね、もうどうなるかと思いましたけどね、一時はね。まあ、それに対してね、まあ、肝臓の数値っていうのが少しだけね、上がってたんですけどもね、まあ、これはね、その帯状疱疹僕なったでしょ、この5月30日からなったんですけども、その帯状疱疹の薬、飲んでる薬でね、ちょっと肝臓に負担がかかってしまって、上がってしまってたとね、言われましたけどね、まあ、そこまで問題することじゃないよとね、言われたんですよ。まあそんだけのガツンと上がった上がり具合じゃないからね、まあ問題ないでしょうとね、言われてね、ちょっとホッとしてます。で、そしてね、総コレステロール値というのもあるんですけどもね、これはね、その善玉コレステロールと悪玉コレステロールを足した数値なんですよ。で、これがまあ高いと言われましたね。で、その先ほどね、その悪玉コレステロールが下がってましたよってね、お伝えしましたけども、まあ基準値よりも、その悪玉コレステロールの基準値があるんですけども、そこよりのその上限よりはまだこの下やったんですけど、先生からはまだまだちょっと下げた方がいいよってね、そんな風な言い回しが投入されましたとね、まあすんなりとね、褒めてはくれなかったですね。で、そのね、善玉コレステロールと悪玉コレステロールの数値ね、数字があるんですけども、それがね、ほんで逆転したらいいのにねってね、言われましたね。ほんでこれはどういうことかと言いますとですね、善玉コレステロールよりも悪玉コレステロールの数字的なことに関しては、善玉じゃない、悪玉コレステロールの方が多いということなんですわ。で、このバランスが逆転してくれたらね、なおよしって感じなんです。というか、そんなことってね、意図的にできるんでしょうかね。ちょっとまた調べておきます。善玉を増やすってことですよね。で、悪玉を減らすことですよね。まあ、悪玉コレステロールは減ってきてるんで、まあ、このままね、この生活、食生活を続けていけば、まあ、なんとかなるかなと思うんですけども、その、何やったっけ、善玉か。善玉コレステロールを増やすということに関して、またちょっとね、調べておきますのでね。いやー、でもね、その、ほんまに血液検査での結果がね、とりあえず良好であってね、良かったですわ。ほんまにね、その野菜中心の生活がね、功を奏しましたよ。いや、辛かった、ほんまにね。毎日毎日野菜ばっかりやしね。それにね、調味料でこの味付けをしたら、まあ、口の中のね、粘膜障害に染みて痛いでしょ。で、なので、まあ、味気のない、食事っていうのがね、まだまだね、続いてたわけですよ。もちろんね、その加工食品なんて、ね、塩分たっぷりやからね、食べられへんしね。ほんでね、この前回の血液内科が5月21日だったので、まあ、それからの今日なの、昨日なので、7月2日でしょ？なのでね、7週間、実に1ヶ月半以上ですよ。続けましたよ。ね、それなりに続けることをね、続けましたよ、僕は。その食生活をね。で、昨日はね、その診察は順番的にはですね、その最初に LTFU 外来というのがあったんですけども、ロングタームフォローアップというね、まあ、直訳すると長期間追加的措置という意味になるんですけども、まあ、その患者さんの、主にその治療法とかではなくて、その生活面、この家でのね、生活面でのね、ケアとアドバイスをね、してくれるね、専門外来でね、医療用語として使われる言葉です。で、その外来はですね、その看護師さんが診察してくれるんですけども、まあ、その部屋に入るときにね、僕はね、まあ、前回のこのね、食生活で悪かった数値も下がってくれてたし、少しは下がってたし、まあ、今日もね、少しぐらいはね、下がってくれてたらええなぐらいのね、感じで思ったんですよ。ほんならね、その部屋に入るなりですね、看護師さんの顔を見るとね、まあ、穏やかでね、ニコニコした症状だったんですわ。まあ、マスクしてましたけどね、それを感じれたんですよ。ほんなら看護師さんがですね、やすさん、採血の結果が出てますよ。今回すごいですよ。悪かったのが全部下がってますよ。って思った僕はですね、せやろ、そうやろ、もうほら見たことか。
俺がこの1ヶ月半以上どんだけの苦しい思いをして生きてきたと思ってんねん。前回もそうやったしな、管理栄養士さんの言うことを聞いてな、徹底的に食事の改善をして野菜中心の生活をしてきたんやぞ。めっちゃ辛かったんやぞって心で叫びながら、嘘、やったすごいって言っておきました。でもね、ほんまに嬉しかったんですよ。悪玉コレステロールなんかね、前回よりもね、30は下がってたんですよ、30も。中性脂肪もね、それなりに下がってるしね、ほんまに、よかったですわ。先ほども言いましたけどね、その先生の診察ではね、その上限よりは下がってますけど、中には上限ギリギリのやつもあったので、その辺はね、まだまだ下げる幅があるということをね、こう言われましたのでね、まだまだ頑張らなきませんけどもね。まあそんなことをね踏まえましてなんですけどもね、次はね僕の体に出てる症状ですわ、症状ね。で今の僕の体でのね、その白血病関係の、出てる症状としてはですね、ほんまにその口の中のただとね虫歯だけぐらいなんですわ。しかもこの状態っていうのはですね、もういつもずっと見てくれてる方やったらね知ってあることやると思いますけどもね、口の中のただれっていうのは、少しはマシになってきてますけど、まだまだちょっとね横ばいなんですよ、実はね。虫歯なんかね、こう治療してもらってもまだすぐにね違うところが虫歯になって新しい虫歯ができるしね。で、まあ治療してドリルで削った穴を埋める時にね詰めたはずのやつもね、まあ時間が経てばねすぐ取れるしねっていう感じが、その年明けからずっと続いているわけなんですよ。でもね、そのね口の中だけなので、他はどこもね出ておりません、症状というのは。ほんまにその体の中でね、どっか痛いところがあるかとか、この息苦しい、肺が苦しいとかね、息しにくいとかねもうないし、もう下痢とかもほんまないのでね、とりあえずは口の中以外は落ち着いております。まあ、帯状疱疹以外はですよ、帯状疱疹は出てますけども、帯状疱疹を置いといて、他のその白血病関係のものは本当に出ておりません。で、ほんでそのことをね、その先生にね、その口の中だけですわって伝えたらですね、まあその前回の5月にその免疫力でちょっと減らして、他に何も出てなく、今ね他に何も出てなくて口の中の状態が前回と同じような、そんな状態ならば、まあ、もう少しの間だけこのままの免疫力製造の分量で少しだけ様子をね見ていきましょうと、続けましょうと。で、その今回はその免疫力製造を減らすと、帯状疱疹でのね、その体の変化があったので、体が自体がねちょっと弱ってるから、そのまた別の箇所でね症状が出てきてもね嫌でしょってね言われましたわ。なのでね、その免疫抑制剤の分量はねそのままで、まあ、次のね診察までね行くことになりました。でそれにしてもね、今回っていうのはほんまにその血液検査がね高評価でね良かったですわ、ほんまに。でもね、まだまだ下げ幅がありますので、まあ、このままね食生活をね続けていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。